今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日は京都イオンモールの、フードコートですねのいきなりステーキに行ってまいりましたよ。ワイルドステーキ 180g スライスサラダスープセットで1980円。まあまあしますね。だんだん値上がりしてきてるんでしょうね。というところでいただいてまいります。結構いつものようにレアで美味しそうでございますね。まず端っこのところを、この、ソースというか、これバターやったかな、につけていただきますよ。僕ね、なんでこう端っこ好きなんですよね。あのだし巻きとかもそうなんですけれども、とんかつも端っこが好きなんですよね。なんか油がある感じがするんですよね。もう一応野菜というか、もうこういうとこについてるコーンとか甘くてあんまり好きじゃなかったんですけど、最近大好きなんですよ。なんかこのコーンがあるからなんかこう、箸休めになるというか。でスープですね、これあのオニオンスープでちょっと甘い感じの、玉ねぎの甘みがよく出ているやつでございます。まあまああの野菜はいつもの通りというか、野菜は食べとかないと飽きませんので食べているという、いやそんなことないな、いやサラダ好きなんですよね。でもね実は、でもう一個あれか、人参もこういうあの焼くと甘くなりますよね。これ生でも結構甘くて、人参あの野菜スティックみたいなので人参結構僕大好きでよく取っております。でさっきね塩振るの忘れてたんですよ。で塩振ったらうまい、塩ってすごい偉大ですよね。もう塩振るだけでこんなに美味しくなるのかというぐらいもう甘みが出て、もうめちゃくちゃうまかったです。でこの後ちょっともう取れてないんですけども、あのステーキソースを、つけて食べたりしています。いきなりステーキのステーキソースは僕結構好きで、いただいておりますよ。というところで今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしておりますのでぜひご覧くださいませ。それではまた明日朝お会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。なんかね定期的にいきなりステーキのステーキ食べたくなるんですよね。